中年オタッキーです。今日も渋滞にはまってまして、渋滞にはまったついでに動画撮ってるんですけどね、ちょっと近くにね冷凍車がいて、それがブワーンって音がしてるんで、音が入ってしまうかもしれません。すいません。今日はね、あの前回の動画で紹介しましたこのカメラ、オリンパスのね 35DC っていうねカメラで写真撮ってきました。当時のね、その普及型カメラとしては結構高級機になってくるのかな。はい、それでは動画スタートしていきます。はい、このねオリンパス 35DC というカメラですね。サムライジャパンさんの情報によれば、この DC っていうのはデラックスコンパクトの略らしいです。全然知らなかったですね。情報提供ありがとうございます。で、発売がね1971年ということですね。販売価格は28,800円だったみたいです。ただね、このね今手元にあるオリンパス 35DC はね後期型でね、後期型は1974年に発売らしいです。で、74年発売のものはね 33,800円ということで、劇的に値上がりしてますよね。5000円ぐらい上がってるってことで、これなんか石油ショックかなんかでインフレーションが起こって、それで値上げしたんじゃないかっていうね、あの個人のブログの情報になってますね。で、電気型と後期型にはどのような、違いがあるのかっていうと、まずねこれバッテリーチェックボタンがあります。前期型にはないらしいです。で、これねシャッターボタンがこれプラスチック、黒いプラスチックですけど、前期型は金属製らしいですね。で、まあ非常によくできたカメラでして、音はねこのなんかシュコンっていうねシャッター音なんですけどね、レンズがね、F 随行、40mmF1.7 ということで、開放 F 値 1.7 の素晴らしく明るいレンズがついておりまして、レンジファインダーカメラなんですね。20像合致式のレンジファインダーカメラで、ただパララックス補正、自動補正はありませんので、パララックス補正はね、枠の中でね、ちっちゃい枠がもう一つあるんで、それで考えて撮らなきゃならないですね。特徴的なのが BLC ボタンです。このボタンなんですけど、これ逆光コントロールボタンということで、逆光の時はね、これを押すと、ちょっと露出が明るくなって、人物とかのね、顔が黒く潰れないっていう設計になっております。でね、これ。横のヒンジだった。横のヒンジを引っ張って、裏蓋を開けますと、こんな感じですね。で、前期型はここにね、アルミの板が貼ってあるらしいんですけど、後期型はそれがありませんで、厚手のモルトスポンジを貼る。もうこれはもう剥がれちゃってますけどね。別に、貼ってなくても、撮れることは撮れますね。で、35mm フルサイズということで、もう裏から見ればね、これ見えるかな？よくわかるんですけど、裏側のレンズもすごく大きくてね、明るいレンズということがよくわかります。でね、この金属スライドね、スライドレール、これ当時ね、その普及版のカメラでもこの辺は金属製だったってことね、最近っていうか、新しい AF カメラのね、一眼レフとかではね、この辺がプラスチックになってますけど、この当時のカメラはね、やっぱ重厚に作ってありまして、価格ね、33,800円、1974年だから、昭和49年か。昭和49年で33,800円ってのは結構いい値段になりますよね。ちゃんとね、セルフタイマーレバーもついておりまして、まあガバナーでね、10秒間ぐらいで、暗くて切れなかった。はい、切れた。まあこんな感じなんですけどね。で、なんだっけ、フラッシュ、なんだっけ、なんとかメーカーついてます。ガイドナンバーをね、コントロールしてね、これね、
このガイドナンバーつけた、フラッシュに合わせるガイドナンバーを合わせると、ピントを合わせたらね、その絞りを自動的に調整する、やつですねがついております。でね、作例をね撮ってきたんで、今回の作例はよくね、作例に使っているケントメア100ですね、イギリスのモノクロフィルムで撮ってきました。なんかカラーのね、写真もねすごくいい。よく撮れるっていう話なんですけど、まあ今回はねテスト撮影ということでね、モノクロフィルムで撮ってきました。で作例を見てもらうんですけどもね、もうね一眼レフなんか必要ないぐらいの、シャープな写りになってますし、強い光が入っても崩れていませんね。これも半逆光で多分レンズにちょっと光が入ってると思うんです。全然崩れてます。コントラストも崩れてますね。素晴らしく秀逸なレンズになりますね。F 随行ということは4枚玉になるのかな ?4 枚玉になると思うんですけどもね。これ太陽の光が直接レンズに入っても、崩れてないですね。ただ、ちょっとね、露出オーバーになる個体だったみたいで、ISO 100のフィルムだったんだけど、200に設定して撮りました。これね、すべてね、写りがね、シャープでね、なかなか一眼必要ないっていうね。で、コンパクトなんで、まあ、デラックスコンパクト、コンパクトなんでね、持ち出しやすいということでね、この手のカメラのファンがね、未だにたくさんいるのも本当によくわかります。一眼レフカメラってやっぱでっかいんで、それに比べるとはるかにちっちゃくて、カバンの中に放り込んでもね、全然大丈夫な大きさですし、ストラップかけてね、ぶら下げてもあんまり気になりません。で、シャッタースピードはこれ最速何分の1なのかな?完全にね、プログラムシャッターなんですけど、まあ、この当時のカメラの、常識的に考えると、250分の1ぐらいなんじゃないかな。でね、まあ、他のね、この手のシリーズと構造的にはあまり変わらないんですけどね、まあ、電池がないとシャッターが切れないモデルになっておりますね。成功者のシャッター、もうここにね、思いっきり成功って書いてありますけどね、もう成功者っていうけど、時計の成功です。昔はね、カメラのシャッターを作ってたんですね。成功者ですか。そういうわけでね、今回ね、なかなかいい写りで、チャンスがあればね、カラーフィルムも撮っていこうと思うんです。カラーフィルムでもね、撮ってみたいと思うんですけども、なかなかね、時間もないですし、カラーを撮ると自動的に予算がかかるので、予算も苦しくなってくるんで、ちょっと考え中ですね。まあ現像代も上がりましたしね、もうね現像だけで1000円、フィルムがね5、600円安いものでもするんでね、カラーフィルムで撮ると確実に経費が1500、600円かかってくるということでね、苦しい時代になってしまいました。以前だったらね660円だったですね、確か税込みでね、カラーネガの現像ね、もう900何十円、1000円近くになってますんでね、ネット現像だとねレスポンスが落ちるしね、難しいところなんですけどね、まあ時代の流れですから仕方ないですけどね。はい、ちょっと関係ない話も入りましたが、今回、オリンパス 35DC、前回の動画でも説明しましたけど、和高様よりね提供いただいたカメラになります。結構ね、状態の良いものだと値段はつくと思いますが、成功者のねシャッターなんでトラブルも多いと思いますし、現実にこのカメラもちょっとね露出オーバー気味で、CDS の、なんだっけ、速攻樹脂ですか、が弱ってきているものもあると思いますので、購入には注意が必要です。多少露出オーバーで撮れるぐらいだったらね、感度ダイヤルで、ね調整してね、ここにね、感度が出てますけど、これでね、調整してね、感度の合わせ方はね、ちょっとややこしくてね、これピントリングをね、出した後に、このね、このピントリングのね、もうちょっと上に出てくるやつで、よっよって回してあります。これピントリングはね収まった状態だったらほぼ回せません。ピントリングを伸ばしてから感度を調整してやる形になりますね。ちょっとややこしいところについています。間違って回すことはまあないかな。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナーですね。トップバッターがペンネーム MHR さんですね。こんにちは、楽しく拝見させていただいております。機材リコーハイカラー 35S で、コダックカラープラス200で撮りましたということで、タイトル1枚目がねシュークリーム、2枚目が雨上がりの散歩ということです。で作品なんですけどもね、これで、まあ、タイトルのシュークリームっていうのがね、まあ、遠くに映ってる雲なんですけど、そのビルの谷間からねそのシュークリーム型の雲が映ったのがすごく面白いです。で2枚目はねこの雨上がりのね光の境界線を使って、うまく撮った印象的な写真になってますね。歩道ですか、光ってるねのと、手前のねその木の葉っぱがねに光が当たってなかなかいい写真になってますね。これリコーハイカラー 35S ですけども、なかなかいい写りですね。これも、リコーさんのね古いカメラ 35mm カメラもねなかなかいい写りするんでね、もう欲しいカメラがどんどんこんなんで増えていくんですよね。MHR さんありがとうございました。次がね、YOJ さんか、初投稿になるかな。かなり初期からフォローしていますが投稿は初めてってことですね。ここ10年銀煙一筋ということです。所有カメラも銀煙のみということですね。すごいです。写真の方ですけど、タイトルがね、パフェレストランということで、機材がねペトリ ESO と、コダックゴールド200で撮っておりますね。山林を散歩した時に葉っぱの透過光が綺麗だなと思ってパチリ、現像上がってよく見ると虫のシルエットがたくさん、みんな日向の側にいるので日当たりの良いテラスで食べ放題ランチといったところでしょうか。テラス自体を食べてますが、確かに、これね記憶喪失中に落札したらしいカメラの死者ということで、この間ねオリンパス OM2 が酔っ払ってね、落札したっていう、まあこれと同じパターンですね。明暗差が激しくてもね暗部まで綺麗に映って、これなかなかいい、カメラだと思いますね。ペトリのカメラなんですけども、僕もね以前和高さんに提供いただいてねコンピューター35で撮りましたけど、ちょっと特徴的なねマゼンダがかった発色でねあれもいい写りしたんですけど、これもなかなかですね、これ全然デジタル写真に負けていませんっていうか勝ってるかな。まあ、フィルムね写真なんでね、この明暗のねそのハイライトシャドウのね、はっきりした写真、はデジタルに比べると圧倒的にいい感じで写るんですね。ネガはねどうしてもラチチュードが広いんでね、こういう写真はねいいんだと思います。この写真ねちょっとタイトル画面と考えましたが、女性に嫌われそうなんで、とりあえずやめときます。女性視聴者が少ないんでね、どんどんね、減って、とうとう 0.5% になってしまいました。もう完全にバラ族チャンネルですね。ワイズさん、すいません。いい写真なのにね、ありがとうございます。次がね、和賀さんの作品ですね。タイトルがね、電柱はブレないってことですね。カメラがね、ニコン D70S。AI イコール 28mmF3.5 で撮られておりますね。あれこれ考え変わるのは人間だけ。電柱は24時間しっかり働き続けます。その通りだと思いますね。これ夕暮れのね街並みにね電柱が、これよくここまで電柱が集まってますね。で 28mm のね、広い画角を生かしてね印象的な写真になっておりますね。はい、和賀さんありがとうございます。次がねこれか、ポンサラオさんかな、でいいのかな。はじめまして、 YouTube 楽しく拝見しております。今回コニカ C35FD を入手しまして試写してきましたということですね。写りといいサイズ感画角といいとても良い感じです。試写から1枚です。タイトルはないんですけどね、今回ちょっとね和賀さんのね電柱と被りますけど、こちらはね多分ね朝方だと思いますね。ちょっと朝もやが出た感じ、いい感じで写っておりますね。コニカ C35FD。FD は、何コニカになるのかな、いろんな相性が、ありますけどね、本当にね、いいレンズで、38mm の F2.8 だったかな。コニカ C35 シリーズは一番最初のジャーニーコニカから、
ジャスピンコニカあたりまでね、全部同じレンズで、ジャニーコニカだけ、アトムレンズだったのかな、そんな感じでね、まあ、いいレンズになっておりまして、ね、一眼レフ、これもね、今回のオリンパス 35DC とね、並んでね、まあ、一眼レフカメラなんかいらないぞっていうね、35FD はレンジファインダーになったのか、ちょっといろんなバージョンがあるんでわからないんですけど、欲しいと思った方はね、ちょっと調べて購入ください。いいカメラだと思いますよ。ポンサローさん、ありがとうございます。次がね、山拓さんの作品ですね。露出系がね、故障してる SP での初撮りですということでね、タイトルがね、赤、白、黄色ですね、カメラペンタックス SP、レンズがスーパータクマ、55mmF1.8、フィルムがコダックカラープラス200ということですね、彼岸花ですか、白い彼岸花と赤い彼岸花、赤はね、ちょっと前ぼけで、後ろの黄色い花ちょっと何かわからないですけど、軽くぐるぐるボケしてるのかな、いいボケになってますね。ね、たぶんもうちょっとはっきりした光が欲しかったといえば欲しかったんですけど、色彩豊かなね、いい作品になっておると思います。山拓さん、ありがとうございます。今日の投稿作品はこんな感じで、現在5名ほど待機がおられますけどもね、どしどしね、投稿作品、募集しておりますので、初めての方はね、私のチャンネルの YouTube のチャンネルの概要欄に、投稿のルールを、書いておりますので、そちらをね、お読みになってからね、投稿するのがおすすめです。作品2枚まで、なんだっけ、組写真が3枚までということですね。はい、どひどし投稿お待ちしております。それではね、次はね、やったやっちまったのコーナーに飛びます。はい、やったやっちまったのコーナーです。今回はね、いつもお世話になっております、フリーマンさんから、やっちまったコーナーへ久々の投稿、落札する気がなくて1円で入札してたらいつの間にか落ちてた、ネットの評判が悪いカメラということで、確かに勝手に動くので鬱陶しい感動品、ディズニーのストラップは新品みたいに綺麗ってことなんですけど、これね、写真なんですけどね、もうね、なんて言うんですか、もうどうでもいい感が満点で、すごく好きですこの写真。ミノタのね、 α5XI ということで、僕はちょっと使ったことがないんですけどね、多分勝手にね、ズームしたり勝手にピントが合ったりして、ウィンウィン動くんで鬱陶しいっていうパターンなんでしょうけどね、僕が持ってる α9XI も α7XI もまあ似たような感じなんですけど、節度が悪いと鬱陶しいカメラになりますよね。 5X はちょっと使ったことないんでよくわからないですけど、でディズニーのストラップは新品みたいに綺麗ってくって、これね、1円で落札したんだったら、このストラップは美味しいんじゃないかな。ストラップを出品したら1000円ぐらいで売れるんじゃないかな。それだったら転売屋さんか。まあこんな感じなんですけど、この写真ね、すごく好きでね、やっちまった感満点なんで、長らくね、やったやっちまったコーナーのタイトル画面に使用していたね、ちとしきゅうさんの作品からチェンジということで、こちらはね、やったやっちまったコーナーのタイトル画面にしたいと思います。フリーマンさん、ありがとうございます。もうわかるようにね、今日は俺のカメラの投稿はお休みになってますね。そろそろね、渋滞がはけたみたいなんで、そろそろ出発しなきゃいけないなっていう時間にちょうどなってきました。今回の動画いかがだったでしょうか。で、次回の動画なんですけどね、いよいよお待ちかねのね、こいつ。シャー専用オリンパス OM2N オリンパス OM2N ね、で写真撮ってきました。早速撮り上がりました。なかなかいい感じに写っておりますよ。このレンズなかなかいいですし、カメラもいいですね。すごくいいです。ちょっとオリンパスが続きますけども、撮り上がったんで仕方ないんで、オリンパス OM2N の紹介になってきますね。
はい、今日はね、最後まで視聴いただきありがとうございました。いつも言っておりますけどね、コメント、高評価、ぜひぜひお願いします。もう高評価はね、ポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければ。で、コメントの方はね、時間がある方ね、どしどしお願いしますね。必ずね、見落とさない限りは必ず、コメント返ししていきます。結構ね、YouTube スタジオのね、システムが複雑で、コメントちょっと見落としがちになるんですけども、できるだけね、探して、コメントの返信していきますんで、ね、ちょっとね、コメント返しが滞ってますけど、走りっぱなしになってるんで、コメント返信ちょっと2、3日かかることも多くなってきましたけど、返信はちょっとお待ちくださいということで、ぜひぜひコメントお願いします。で、チャンネル登録の方ね、もうものすごい勢いで増えております。月150のペースで、増えておりまして、1.5 倍ぐらいのペースになってますね、以前のね。本当にね、月150人もね、チャンネル登録増えるなんて、僕の動画の初期の方で、チャンネル登録者100人になりましたって喜んでる頃が懐かしいですね。で、3000名に到達しますと、カメラプレゼント、企画が始まりますけども、あれどこ行った、どこ行ったか分からなくて、カメラが多すぎる。あ、これか。よっ。今回はね、ちょっとこのレンズは違いますけど、キャノン FT で、決まりということで、露出系も、動いております。ちょっとまだね、写真撮り上がって現像はしてないんで、もしかしたら変わるかもしれないですけど、とりあえずこのカメラで行こうと思ってます。でね、今回はね、今回もフィルムを1本ね、カラーフィルムを1本つけますんでね、3000面到達しましたら、募集開始しますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。次回の動画、OM2N のね、動画になりますけど、お待ちください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。